こんにちは、本気のマスコン塾の三浦です。今回はですね、プログラムを勉強しているときによく聞く変数ですね。変わる数、変数って何だっていうのをちょっと一緒に見ていこうと思います。はい、ではやっていこうと思います。変数なんですけども、ちょっと今更ですが、変数っていうのはこの、変数っていうものになってて、書き方としてはドルマークですね。シフトキーを押して、半角に変えてからドルマークを押して、で、名前はですね、好きなあの名前をあのつけれます。で、最初に、ナンバー1とつけます。で、この変数っていうのは、まあ、これで、一つ出来上がってるんですけど、まずここに、何を入れるのかっていうのをあの決めてあげるために、半角のスペース入れてイコールキーを入れて半角スペースを開けて、まあ、数字、とりあえず今数字を入れてみます。で、セミコロンを書きます。で、ここの部分を変数で、呼びますと。で、この変数が何かといったら、箱のようなもののイメージで、プログラムっていうのはあのこの変数に入れた値をいろいろ処理をしたり、過去あの例えば足し算とか引き算とか掛け算っていう、処理をするために、この3っていうので管理するんではなくて、この変数っていう箱の中に入れてからいろいろ処理をしていきます。ここはちょっとまだピンとこないかなと思うので、少しあの例でやっていこうと思うんですけども、じゃあ最初にこれ、まずこの1行の意味としては、このナンバー1という変数、空っぽのまず箱、名前がナンバー1っていう、空っぽの箱を作って、その中にこれはイコールっていうのは、数字でいうあの、算数でいうイコールではなくて代入っていう意味になります。この右に書いてあるものをこの箱の中に入れるという形になりますんで、このドルナンバー1っていう変数に今3が入った状態になります。で、この状態で、エコーっていう書き出しのをすると、このドルナンバー1という変数を書き出せと書くと、結果は何が出てくるかといったら、ここに入ってる3が出てきます。で、これもし例えば6に変えると6になると。なので、ここに入った値がそのまま出てきてる形になりますと。で、まあ、プログラムでこんな本当はあの普段短くないんで、じゃ例えばドルナンバー1,2 これは分かりますでしょうか。ドルナンバー1で変数に2を足したものをドルナンバー1上書きして入れるっていう書き方になります。で、これの答えはこんな形になります。5ですね、3が入ってるんで、まず3が入って、で、3たす2で5になったものがここに入ってきて、なので最初にあったこのドルナンバー1という変数の箱はここで5に置き換えられます。で、最後5が表示されるような感じですね。で、こういうふうに、この数字とかをこの変数という箱に入れて、いろんなプログラムを通して加工しながら、で、最終的にこういう表示したりするときに、使っていきます。あとはですね、例えば、こういうふうに、じゃあこの変数に、文字を入れることもできまして、その時このダブルクォーテーションが必要になるんですけど、文字を入れて、HTML を混ぜてみますね。名前は表示した結果が、まあ、ちょっと一気に応用すぎますかね、どうなるか分かりますかね。ちょっと一度出してみます。こんな形になります。
で、例えばこのプログラムと HTML のコードを混ぜた中で、名前をですね、いろんなところで使いたい時とかっていうのが今後出てくるんですけども、その時にこの変数っていうのを入れておくと、こういうふうにプログラムの毎回例えば三浦だとかっていう文字を書いていかなくても、こういうふうに、どこでも同じこの、変数に入った名前を書き出したりすることができます。で、例えばこれを田中にここを1個変えるだけで、この全部のものがこう紐づいているので、こういうふうに変えることができるんですね。すごく今シンプルな例なので、そこまでありがたみを感じないかもしれないんですけども、今後プログラムをどんどん書いていくと、いろんな計算をしたいだとか、本当たくさん何十箇所何百箇所というところで、この例えば田中さんとかっていう名前とかを使ったりしていくコードを書いていきます。で、その時にこの変数っていうのを使っておくと、すごく楽に書くことができるので、ぜひですね知っておいてくださいというか、まあ、今後は変数をガンガン使うことになっていくと思います。で、一つ注意点として、この、変数の名前の決め方ですね。これ名前何をどんな名前つけても中身ただの空っぽの箱なんで、中身が変わることがありません。中身はあくまでこういうふうに自分で、また入れ直すものになるので、ここについてはあくまでも自分がつける名前になります。なのでいろんな例えばナンバーじゃなくてもこういうふうにこういう書き方でもいいんですが、注意点があって、で大文字か小文字か、アンダースコアしか使えません。例えばこれは OK なんですけど、あとはナンバーアンダースコア1とかも OK なんですが、例えば、ナンバーハイフンとかは使えません。ちょっともうエラーが出てますよね。であとは、ナンバー、びっくりマークの記号とかも使えないですね。で、あとは、先頭に数字をつけることもできないですね。こんな感じで、使えないもの、まあ、多分このエディターがエラーを出してくれるんでわかるかなと思いますが、その時はこの変数名の付け方がダメなのかなっていうふうに調べてもらうといいかなと思います。はい。で、まあ、この変数っていうのは、まあ、便利っていうもう域を超えてきて、今後プログラムを書いていくときに必須になってきますので、この箱の考え方っていうのをぜひ知っておいていただいて、次に活かしてもらえればと思います。はい。今回はですね、この変数って何だということで、使い方だとか、使うときの注意点っていうのを紹介してみました。ぜひ参考にしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。